2022年2月20日日曜16時30分です。今日はここ道の駅月山で車中泊します。外気温は4度。今 N 番の車内温度が12度です。また少し雪がちらついてきました。国道112号の道の駅月山です。天童寒ヶ江の平地から月山の峠越えをして今道の駅に駐車しています。ここから20分ぐらい戻れば湯殿山スキー場なんで、もし明日は天気が良ければスノーボード滑ったりと思います。もしちょっと天気が悪かったら、ここから30分ぐらいしたら静岡なんで、そっちにもう行こうと思います。峠を越えた時には雪も降ってきて、ちょっとホワイトアウト状態だったんで、ちょっと怖かったです。この道の駅は冬期間は休館してるんで特にないです。あそこのトイレと駐車場が使えます。こっち方面が静岡方面です。屋根の雪が1メートルぐらい積もってます。でこっちが峠越えを月山の峠越えをした方の方角です。
今日はここで静かに車中泊をします。車が少ないんで、もしかしたら N 番1台だけになってしまうかもしれないんですが、静かに車中泊をします。